ゲームシステムに関するこうアクション性の度合いというか、やっぱりこう時代としてよりアクション性が高く、かつなんていうんですかね、指にそのまんまこう吸い付くような操作感というか、やっぱりそういう世界共通のやっぱりこう楽しさというか、そういうものをやっぱりこうやる上では1よりもう一段階アクション性を高めるべきか否かっていうようなところで、結構長いことスタッフ一同悩んできまして、主人公のエヴァン自体がやっぱりその二の国を統一していくというか、王となって、国を作っていくっていうところはストーリー中やっぱり大きなキーとしてあったものなので、まあ何回か形は変わってはいるんですけど、そのキングダムモードっていうところで国を作るっていう部分はゲームシステムに大きく反映されているものだと思います。まあ、自分の国を作るんですけど、各その冒険で立ち寄る町から人をスカウトしてきて、それを自分の国の人材として登用して、国を発展させていくと。で結果ですね、それをすることで例えばその武器の開発ができたり、新しい船を作れたり、魔法の習得ができたりとか、冒険にその関わる主人公たちのサポートをその国を大きくすることでやっていくということができます。例えば具体的なところで言うと、物語中船を作らないといけなかったりとか、あとは飛行船を作らなきゃいけないっていう時にはやっぱりその国の施設を使って、そこで作るみたいな。 Building a new kingdom won't be easy, but we will build it. A beautiful, bountiful kingdom where everyone can live happily ever after. 二の国を冒険する上で、国同士のやり取りっていうのがあると思うんですけども、やっぱりそれで一つ表現したかったのが軍団同士の戦いっていうのを、ゲームの中で表現したくて、それで入ったのが進軍バトル。普段はエヴァンとかローランとかシャーティっていう6人のキャラクターを、アクションでプレイするんですけど、進軍バトルでは軍を指揮するのはエヴァンが指揮するんですけども、そのローランやシャーティ以外のスカウトしたキャラクターたちっていうのを使って4部隊引き連れてバトルをするという形になってます。ダンジョンに行ったり、アクションバトルしたりシングルモードしたりっていうので、キングダムポイントっていうのが溜まっていって、でそのポイントを使と人材を使って新しい施設を建てたりとか、その施設の機能を拡張したりとかっていうことができるようになってるので、エヴァンの全部の行動っていうのがそのキングダムのところに紐づいてくる。でキングダムを設置すれば冒険がどんどん有利になっていくよっていうような仕組みになってますね。